小林鈴江さん、被爆当時7歳。爆心地からおよそ3キロの女川町で被爆しました。場所は当時の分散授業で通っていた寺の建物の2階。しかし、その瞬間の記憶は曖昧で、気がついた時には大きな通りで泣いていたといいます。小林さんは大きな怪我もなく、子供ながらに看護作業を手伝いながら、原爆被害の恐ろしさに直面します。無傷に見えた親戚の体に生じた異変。自宅近くの救護所で見た被爆者の死。幼い時に経験した悲惨な記憶は、今も心の傷となって小林さんの脳裏に刻まれています。多分20年だったと思うんですがね、立ち退き状態で資材を頼って女川に引っ越したんです。で、女川の小学校は記憶はないんですが、寺子屋で授業を受けてたんです。お寺で1階はお墓があって、で2階へ私らは上がって、そこで授業を受けてたんです。まあ被爆当時ですがね、8時15分ごろだったと思うんで、警報が鳴ったので、みんな一旦寺の中央に集まって、男の子が B29が飛び降る言うて言うけ、みんながあら言うて、私らは、まあ、部屋の近くにいたから、通路でも見に行かなかったんじゃがね、ピカッと光った同時に、あとはわからない状態。他の人はどうなったんかしらね。私一人が下落ちたんか、他の人は吹き飛ばされたんか、それすらわからない。私は怪我はない。なぜか怪我はしない。すず傷はいっぱいあちこちね、ここら辺はどうともなくね、気がついたらどこにおるかわからんし、割と大きな通路に出た記憶があるんですよね。泣きながらどっちか歩いているやらわからんず、駅の方に向かって歩きよったんですよね。したら兵隊さんが来て、あなた知っとるけね、家前送って、いつも近道さしてもらいよる言ってから、引っ越ししたところの連れて帰ってくれたのが覚えてます。そして家では母が家にいたんですよね。で、大家さんも誰もおらないいうことでね、帰ってきたら、タンスとか全部倒れた状態じゃったんでね。幸いにして命を取り留めた小林さんと家族ですが、小林さんには今でも忘れられない人がいます。それは当時間借りしていた親戚の家の娘さんです。で、怪我も何にもなくって、真っ白で顔も綺麗なかったし、体中拭くのにもね、怪我した跡いうのは全然ないんですよね。
2日目ぐらいかなね、こうやったらロボットじゃない、わーっとこう髪がぐわーっと無限の感でもこうやったらわーっと出るような状態で抜けていく。髪が抜け出して後からですよね、点々。はじめはここら辺か腕なんてこう浮き寄ったらの、あらここは赤いのどうしたんかね言ってからね、それから1週間ぐらい経って赤い点々がバーッと広がって、もう頭の先から足の先まで赤い点々が広がったのを覚えてます。痛いの痛い痛い言いながら言ったんですが、ある日ギャー言うけような声出したら、うじが点々のところが全部うじが出る。である日からね、ひずままに来な来たらいけんやで、娘さんだからやっぱり気を使って一切家へ入れてくれなくて、ただギャー言う、ギャー言うかどういうか人間の声痛いかゆい、言葉は痛いかゆいいう声だけは聞こえるんですがね。だからいつ死んだんかその記憶なくって、墓参りするときにね、あらこの日に死んじゃったん、それより早く亡くなったんじゃないかないうような気がするんじゃが、それは覚えてません。何週間目に亡くなったか。